どうもこんばんは、サニイチバイヒカリです。今回はね、前回の動画の、まあ、前々回の動画になるか、の、えー、ブックオフで購入したものをね、紹介したいと思います。本ですね。本11冊かな ?2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい。で、もう今一番上の一冊は読み始めてるんですけど、今回はね、結構探し始めて、すぐもういい本が見つかっちゃったので、もうサクッと買ってきましたね。はい、まずこちらですね。 はい。これ、神田、なんだっけ、神田正樹って読むかなわかんない。わかんないけど、この人、神田さんって人、結構この人の本面白くて、何冊か読んでるんだけど、まぁ、あ、今回はね、まぁ、あ、この人の本があったら大概買うようにしてます。はい。えー、口コミ伝染病ってことでね、お客様が、お,お客様でね、お客がお客を連れてくる実践プログラムって書いてあるんだけど、まぁ、あ、これ200円なんですよ。定価1500円くらいするやつなんだけど、これちょっとね、書き込みが激しいんだけど、まぁ、あ、 逆に書き込みとかあると重要なところとか意外と分かったりするんで面白いんですよね。まあ実践マーケッターっていうちょっと怪しい人なんだけど、まあいわゆるマーケット、まあマーケットっていうかなんだろうね。まあいわゆる口コミうん。口コミが大事だよって話。だから YouTube のチャンネルとかみんな持ってる人とかで自分のチャンネルを人気にさせたいなと思ったら、まあ口コミを。 大事にするっていうことを考える、させられる本でもあります。ただ YouTube にも応用できるよっていうことね。まあ、YouTube だけじゃなくて普通にマーケットで使えるっていうか、まぁ、あ、いろいろね、役、え、に、ー、立つと思います。マーケティングで使えます。次。まあ、こういうね、えー、まあ、こういうのはまあ電車とかで読むかな、新幹線とかで読むときが多いかな。うん。えー、まあこのね、今日初めて知ったんだけど、なんて読むのこれ。香川奈美さん かな、違うな吉川奈美さんっていうものかな。運命を変える言葉200っていうことで多分こう羅列されてんだよね200個いい言葉が。うん。そのねいい言葉があってその言葉の解説みたいなそれが200個多分並んでるんだと思うんだけどまあそういう本って結構斎藤一人とか知ってるかなそういう人の本とかもあって結構ねモチベーションが上がるんで一応この人の本を2冊買いました。 面白いほどお金を引き寄せる心の持ち方。うん。で、それで、これはね、こういうサイズの方は大概100円ですね。はい。これも100円だったんですけど、まあ、捨てる、片付けるで人生は楽になるということで。僕結構ね、ひ、あの、部屋の、部屋と、部屋と倉庫の掃除が趣味なんですよ。うん。永遠に片付けきれないんだけど、結構夜中とか片付けてるのが好きで、うん。だからまあ、そのモチベーションを上げるために買いました。 してる片付けるで人生は楽になる。まあ、ありきたりのことは書いてある必要なんだけど、まあ、モチベーション上げる分にはいいかなと。まあ、掃除の本なんて基本的に読まなくてもね、大概、うん、わかるからね。はい。あ、これ結構面白そうだね。モテる男は高駆動ということで、まあ、ナンパとかもするまあ、最近はちょっとできてないんだけど、そうそう、こういうね、まあ、モテる男とか、まあ、基本的にはなんか、清潔感を保ちましょうとか、姿勢良くしましょうとか、そういうこと書いてあるんだろうけど、まあ、結構ね、役に立つと思うよ。 楽しいからね、こういう本って。あとね、なんか、自分のモチベーションが上がる。うん、いいと思います。次。これですね。はい。これは、この人はちょっと初めて知ったんだけど、家入和馬さんかな。お金が教えてくれることって、ちょっとね、ここね、この本を読んでもお金は大変回りません。かっこ悪いみたいな。ちょっとね、なんていうの、前衛的っていうのかな。なんか、ちょっと嫌な感じなんだけど。<laughs> ま,あまあ、だからそういう一ろもちょっとね、この帯書いてるっていうことでね。まあ、200円っていうことで買いました。まあ、絶対、まあ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 、まあ。 お金を教えてくれることうーん、なんで買ったんかっけな、これ。まあまあまあ、マイクロ企業で自由に生きる。うん、よくわかんないけど、ちょっと、まあまあ、読むかな。面白そうかなと思います。そして、こちらですね、えー、勝間和代の本が2冊ですね。まあ、シリーズっていうか、こっちが第1弾で、その2弾目みたいな。 まあ、年収10倍アップの勉強法と、年収10倍アップと、時間投資法。まあ、こっちがちょっと僕は読みたかったんですけど、まあ、時間は大切なんで、時間の使い方をちょっとね、学びたいなと思いまして。まあ、学びたいなっていうか、こういうね、自己開発的な本は、分かっちゃいるんだけど、それを改めて言われることで、なんかモチベーションが上がったり、なんか、気づかされることがあるっていうか、うん。なんでね。次はこちらですね。これちょっと縦長の本なんだけど、 ビジネススキルイノベーションっていう本で、はい。ちょっとよくわからないけど、うん。まあ、こういう感じの、えー、時間、四、横田さんでしたわかんない。時間思考直感。67のパワフルな技術ということで、うん。そう。なんで買ったんだ、これは。時間思考直感。ビジネス、えー、なんだっけな。なんで買ったんだっけな。マニュアルではなくガイドラインで考える。なるほどね。 大概ね、俺、この木場見て買うんだけど、いつも。え、なんで買ったんだっけな。4倍で時間を見つむ。ああ、まあ、時間の使い方についてこ、この中では学びたかったんかな、俺は。うん、多分そうだと思う。うん。そうだね。なんか、スケジュールの立て方とか、うん。まあ、大概こういう時間の使い方は、忙しいって言葉を使わないみたいなことが書いてあるでしょう。はい、次、こちらですね。男の哲学っていうことで、これはちょっとね、モテるとはまた違うんだけど、 これも200円なんですけど、これはちょっとね、またモテる系とは違くて、なんだっけな。これ、ね、2014年。まあまあ最近の本だね。えー、本当の男は自分の頭で考える。みっともな男も考えた。まあまあ、これは、まあ、モテるっていうよりも、まあ、いわゆる、立派な男になるためのものみたいな感じかな。うん。まあ、まあ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 、モテるにも繋がってるな。結局みんなそこだからね、モテたいからみんな頑張ってるってとこある、ね。 人も多いよね。俺最近ちょっとそのね、なんだろうな、モテたいっていうその、モチベーションがあんまなくて。なんだろう。なんか自分を満足させることがモチベーション。わかんないかな。あ、そしてこれがね、前回も言った、ケリー・マクゴ・ニガルっていう人で、最近流行ってんのかな、この人。よくわからないんだけど、マクゴ・ナガル先生に名前似てるから俺はなんか引っかかったんだけど。まあ、スタンフォード、何これ <laughs> なんか、ここに付箋貼ってあるけど、なんかここ面白いこと書いてあるのかな。 5分で脳の力を最大に引き出す。まあ、スタンフォードの自分を変える。まあ、スタンフォードのね、ちょっと、なんか話題になった授業かな。うん。そうだね。人気授業が本になりましたよっていう。まあ、結構ね、NHK とか、あとなんだろうな、なんかケーブルテレビのなんか BS とかのチャンネルとかで、なんか結構海外の有名大学の授業とか講義がやってたりするじゃん。ああいうのもちょっと見てると面白いよね。うん。まあ、それの本番って考えていいかな。 何これ第9章。この章は読まないで。こういう、ちょっとね、俺こういうね、なんか、表紙で食いつかせようとする感じ。必死感を出してる本って、あんま面白くないんじゃないかなっていうふうにいつも思っちゃうんだけど。あとなんか異常に、なんか、地獄平発本とかで、なんか、やけに、あの、文がため口にしてる。わざとしてるみたいな。俺はこう思うんだ。お前たちもそれをやれよみたいな。 ことをわざとそういう風に書いてる本。まあ、あ何冊でも読んだんだけど、ちょっとそういう本って俺好きではないね。まあ、ためになること,書い,てあると書いてあることもあるんだけど、自分を変える教室やまあまあまあ、違うです。まあ、あのね、高校の授業とか本当受けてたの時間の無駄だったなと思う。同じ50分を過ごすんだったら、45分とか50分過ごすんだったら、ほんとね、本読んだり、やっぱちゃんとした大学行,行かなきゃいけないと思う。だから、 高校の授業とかは、もう受けるのが目的じゃなくて、勉強することが目的だから、なんだろう。ぶっちゃけ高校嫌だったら、予備校に通ってもいいと思うよ、みんな。予備校に通って、予備校で好きな授業だけ受けて、で、高卒認定試験っていうのもあるから、もう下手したら、1年、高1の年齢で高卒認定を受けて、受けちゃうことはできるのかなっけな。まあ、年齢がいかなきゃいけないかもしれないけど、 まあまあ、高卒認定っていうのもあるから、高校無理にして出なくても大丈夫だよ、みんな。うん。高校は絶対出なくても、出なきゃいけないっていうことじゃなくて、本当に。高校の授業ってやっぱ、あの、中学校でさ、決まるじゃん、高校って。中学校の時ってさ、どの高校を選ぶとか、そんなさ、ちゃんと、なんか、いい高校に入んなきゃいけないとか、なんか、漠然とは分かってても、なんか、 ちゃんと分かってないじゃん、やっぱ。だから、選択を間違えることもあんの。こういう高校に入っちゃったやべ失敗したわ、とか。やべ、僕、俺みたいに部活推薦のことかで入っちゃうと、スポーツ推薦か。で入っちゃうと、やっぱダメだな、失敗したな、とか思うことあるわけ。授業の質が悪いな、とか。授業退屈だな、とか。そう思ったら、なんか、まあ、高校行きながらでもいいし、 結構高校を辞めるっていうこと自体が結構みんな不安だと思うから、辞めなくてもいいんだけど、まあなんか自分でべん新たな勉強したりとか、こういう本読んだりとか、指向とかなんか専門的な知識を学んだりしてもいいと思うよ。うん。で、大学はもう高校生ぐらいになっても難しいけど、まあ大人になってからでもいいんだけど、好きな大学とか、もう学びたいことをやってる立派な大学っていうか、その、いわゆる世間で言われてる立派な大学、まあ立派な大学って言い方良よくないけど、いい大学っていうのは授業の質が高いから、 いいことを教えられると思う。授業の質が高いっていうか、教師の質が高いっていうのかな。うん、まあ、とも限らないところもあるけどね。難しいところ。だから、ちゃんと自分で考えること。周りに流されたり、一人の意見を鵜呑みにするんじゃなくて、いろんな人の意見を聞いて、それを自分の中でちゃんと噛み砕いて咀嚼っていうか、自分で考えるよいろんな人の意見を取り込んだ脳を、脳プラス自分の考えで、 考えて、えー、言ってもらえればいいかなと思います。それで、本はやっぱ役に立つのはす、その上で。はい。ただ本、だからっつって、読むことを目的にしちゃいけなくて、例えばこんだけ買うじゃん。こんだけ買ったから絶対これを読まなきゃいけないとか、読むまでは次の本は買わないとかじゃなくて、読まなくてもいいんですよ。本棚にあるだけでも。あのね、本って、も、ま、うた、なん、なんつうのかな。読むだけが、もう読んで、その内容を丸暗記することが目的じゃなくて、 例えば、本棚にこの背拍子があるだけで、例えばね、これ、無理なく続けられる年収10倍アップ勉強法。これが本棚に並んでるだけで、ああ、年収10倍アップする勉強法っていうのが世の中にはあるんだっていうことを自然に頭に入ったら来るわけじゃん。それって結構ね、大事だったりするのよ。うん。とか、口コミ伝染病。まあね、とかここに書いてあるんだけど、あっと、食べちゃった。やべえ、パソコン押しちゃった。そう,そうそうそう。まあだから、あの、辞書代わりに本を読む人もいるわけ。 だから本の目次見て、あの、自分は興味あるとこだけ読むみたいな。とか、あと、まあ、ま、一回全部読んで、その後はちょこちょこって読んだりとか、うん。だから、あの、丸々読めなくてもいいから、時間足んなくなっちゃうから、途中でつまんないなと思ったり、だからこの書つまんないなと思ったらその書を飛ばしてもいいし、ど、なんかつまんないなと思ったらもう最初の、もう、なんだろう、本題に入る前のさ、前置きの部分でなんか違うなと思ったら、読めなくてもいいの。だから古本屋の方がいい。お金がかかんないから。 こんだけの本定価で買うとさ、もう1万超えちゃうじゃん。1万2 3 0 0円しちゃうわけ。1000円とかするから、この辺とか。だから1万超えたりすると、ちょっとあれだから、これだけだと、まあ大体1800円とかで買えちゃうから、うん。こういう本屋で読んだりして、買うのもいいし、あとはまあ本屋行くことも大事で、新品の本屋ね。最新のことが書いてある本は、やっぱ新品の本屋に行った方がいい。あとは本屋には基本的に行って、立ち読みでも何でもいいから、ささっと本をね、見たり、聞いたりとか、あとね、 なんだっけなあれこれも本に書いてあったことなんだけど新聞の広告なんで新、えー、新しく発売される本の広告が載ってるんだけどそれ読むのも結構ためになるよ俺も最近それ実践してるんだけどあ今こういう本が出てるんだとか結構世の中のことが知れるうん変に新聞のなんだろうなニュースの欄とか見るよりも例えば福岡で陥没事故がありましたとか ま、それを知ることはね、一般教養っていうか、人の話、人と話す、ね、中でも必要だけど、そこを深追いすることは、別にあなたにとって必要かどうかってあるじゃん。あとさ、だから、なんていう、まあ、ちょっと言いたいことがちょっと散らかってるけど、そうそう、だから、うん、変なニュース読むよりも、自分の知りたいことを深追いしてください、皆さんは。あとね、もう一つちょっとみんなに言いたいのは、ニュース番組はね、 ちょっと時間の無駄だとも見るのは。うん。あの、自分の興味のないことまで知らなきゃいけないじゃん。だから、スポーツとか好きだったらいいけど、好きでもないのに、日本人がオリンピックで頑張ってるから応援しなきゃいけないとか、これね、いつも思うんだけど、応援って言葉は、正直、相当余裕がある人しか応援はしちゃダメ。応援する暇、人を応援してる暇があったら、もっと別のことをやった方がいいと思う。 応援することって美しいことではないから。それは綺麗とに過ぎなくて。応援いくらしても、あなたが頑張ってなかったら、あなたは美しくないって言われるよ。だから、ニートがいくら、ね、なんだろうな、オリンピック選手を応援してたって、その姿は美しいかって言ったら美しくないじゃん。だから人を応援するっていうことは、結局その応援する人がどんな人かによるから、 なんか、その人が立派だから、その立派な人が応援してより立派になるだけであって、立派じゃない人は応援しても立派にならないってことは、応援するっていう行為自体は立派でも何でもなくて、結局その人がいくら稼いでるか、それが一番大事です。はい。結局、いくら稼いでるかが大事なんですよ、ね、世の中。今、本当良くないよ、そんなこと。だけど、綺麗事言ってたら始まんないじゃん。ね。だから、あのー、俺ー、もう極論っていうか、俺が思ってることだから、これは別に俺の意見だから、みんな、えー、なんだろうな。 それを、鵜呑みにしないでほしいんだけど、俺は、スポーツは応援するなっていう。スポーツはね、最近、スポーツ選手のためにあると思ってるじゃん。スポーツっていうのは観客のためにあるわけだから、応援じゃなくて見て、あーはー、みたいな。なんか、うん、スポーツはちょっと無駄だと思うよ。いやもちろん、必要だし、経済のためにも必要かもしれないけど、スポーツの応援は無駄です。っていうふうに僕は思うから、スポーツは嫌い。 やることは大事だけど、なんか、意味をなさないから、スポーツって。だから、健康の一環とか、ストレス発散とかでやるのはいいけど、お金を稼ぐためにやるのもいいよ。ただ、応援は、ちょっと、みんな控えた方がいいと思う。あと、それを人に強要することも良くないと思うよ。だから、日本人絶対、なんか、日本人が頑張ってたら応援しなきゃいけないとか、ワールドカップだったら、もう絶対日本応援しなきゃいけないとか、ね、あと、まあ、この意見はちょっと、 みんなちょっと、なんだろう、受け入れづらいと思うけど、スポーツ選手かっこいいっていう人は、あのー、とは付き合わない方がいい。その人の意見が変わるまでは。うん。だから俺今ね、タイラー・アイリが出る番組とか絶対見ないようにしてるんだよ。やっぱ、なん,だなんて言うの自分に悪影響を及ぼすなって思う人の番組は見ないようにしてるのだからタイラー・アイリのが出てる日なんですとは、見なかったりするんだけど、うん。 そう。ちょっとね、話が散らかっちゃってるけど、一応編集でまとめてるはしないから、まあ、このね、動画見てくれた人は、まあ、まずはブックオフに行って、本を探したり、あとは普通の本屋さん行って本を探したり、あとはね、まあ、ブックマっていう今アプリがあって、本専門の、F、え、え、フリマアプリなんだけど、そういうので本を探せるから、結構。それで、あの、本を探すのに特化してるから、割とアマゾンより。だそういうので本探して、 アマゾンで買ってもいいし、そのままブックまで買ってもいいし、もしくはブックオフに行って探してもいいし、普通の本屋さん行ってもいいし、いいと思います。はい。あと最後に一つすごい良い,い情報なんだけど、雑誌コーナー見てるかなみんなブックオフの。あんま見ないと思うんだよ。なぜかというと、古い雑誌なんて読んでどうすんのみたいな。ね、でもね、一年前の、一年っていうのが大事なんだけど、一年前の家電製品の雑誌、結構読んだ方がいいよ。 んで、それを見て、結構1年で変わるっちゃ変わるけど、あの、容量が増えたりとか、バッテリーの持ちが良くなるとか、それぐらいのレベルなんだよ、変わるって言っても1年だとそんなに変わんないじゃない ?1 年で家電って。でも1年前の家電ってかなり値下がりしてんの。だから、1年前のみ、を見て、あ、これいいなと思ったのを Amazon で検索すると、7万、おっと、カメラがずれた。7万とか2万になってたりするわけ。だから、 一年前の家電の雑誌とかは見た方がいい。俺も実際最近それでね、結構欲しいもの見つけて新しいカメラ買おうと思ってるんだけど。まあ実際カメラか、俺最近めっちゃ買ってるわけ。でも、それはなぜかっていうと、無駄じゃんえ、無駄なのよ。でも、欲しいから買ってるの。それは、俺の楽しみだから。それはいい。だからスポーツも楽しみであればをや、やればいい。応援することは楽しければいいの。そこは自由。あと、なんだろうな。 さっきスポーツ選手が好きって言った人とは関わんない方がいいって言ったけど、実際関わんない方がいいんだけど、その人を変え、体ければ変えればいいんだけど、なんだろうな、人が思ってることっていうのはそれぞれ自由だから、悪いことじゃなければね。だから、それは、強要するんじゃなくて、こうしてはどうとか、なんか、す、や、柔らかに変えた方がいいと思う。人の意見はね、否定するとはね、ちょっとね、あんま良くないっていうことにね、最近僕も気づき始めたんで、はい。 まあだからね、ねまあそういうことです。ちょっと、まとまりがないけど。ということで今回はね、ブックオフの公認紹介と、まあなんかちょっとね、ごめんね、戯言ごといったなと思ってください。以上、選手でした。バイバイ。